はい、今日もなぞ百姓天国、ね、いや今日は2019年3月25、6、ごめんなさいよくわかりません。さあそんなことで、今日は月曜日ね、月火とね研修生には週2日ねお休みをあげておりますのでね、あげておりますなんて偉そうなこと言っちゃいけないですね。働いていただいてるわけですからね、いけません。傲慢な発言でございましたね、失礼いたしました。2日間お休みを差し上げてる、違うな、何でしょうね、もう何て言ったらいいかよく分かりませんね。なんせ百姓ですのでね、そういった言葉遣いなどはねよく分かっておりませんでね、もう少しで言語が変わるんですけど、私自身はね、私個人的には元禄の時代を生きておりますんでね、400年前ですね、私はね、おねげでございますだ、おねげでございますだね、はい。はあ、今日はですから一人でね、何やってるか言いますと、これヤーコンですね、ヤーコンの、畝立てをやっております。里芋がねちょっと管理機が壊れたので、今日はねちょっと修理に出しておりますね。治ってくるんでしょうか、治らない、ここがねや里芋でしてね、まだ4列ぐらいしかやってなくて、それで壊れちゃったんでね、先にヤーコンをやるという形でこちら側をヤーコンをやっております。まあヤーコン今年どれぐらいあるかですけどもね、もう里芋がもしねできなかった場合はここヤーコンが埋まるという形で、ちょっとまだ未知数なんですけどもね。ということでヤーコンもやっておりますですよね。でヤーコンはねあれなんですね、まあこうやって畝を立ててね、こうさつまいもとある意味同じなんですね。畝を立てて、さつまいもはこうやってね30センチごとで苗を刺していくというのに対して、ヤーコンはね球根を穴を開けて同じようにこう植え込んで伏せ込んで、直接球根を伏せ込んでいくと、でまあ春になって出てきて、最終的には12月ぐらいに背丈2メーターぐらいになって、それだけのことなんですね。まあまあだからそんな難しい話では全然なくて、ただまあね、我が農園においては昨年ねこのさつまいもやこの畝立てをするこのトラクターがね壊れちゃいまして、3台のうちの今だから2台で回してるんですね。なのでその2台のね前使ってた古い方のトラクターをこの畝立てに設置してますんで、合わないんですよね、規格というかサイズがね。まあ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 農業というのは本当にこの辺がね難しいところでして、じゃあもう1台トラクター買おうかって言ったらね、そんな10円20円ではね、10万20万では買えませんので、とりあえずこれでね、我慢しながら使っているという状況ですけど、やっぱりこう実際にね去年の4月に壊れて、ですからそれ以来初めてこの新しいトラクターの方で実際にこうやって畝を立ててみて、やっぱりうまくいかないんですよ。もうだからねちょっと現在ちょっと昼過ぎですけどね、かなりストレスが溜まっている状態でして、まあやりゃ分かりますけどね、うまくマルチが張られません泣きそうです本当にね。まあうまくいかないな、本当になかなかね、この辺が農業の難しいところですしね。まあ全部ねめんどくさければ手でやればいいっていう話ですけど、そういうわけにいかないんでね、そんな感じでちょっとねうまく映るかどうかなんですけどもね、やってみますかってことでね、よいしょよいしょ、どういう風に置けばいいのかな、よいしょ、こんな感じでね、まあちょっとやってみますか、よいしょ、
こんな感じでね、なんていうんですか、うまくこう土がね寄らないんですよね。なのでこうやってね微調整というかね、手でやらなきゃいけない部分が出てきて、まあしょうがないんですけどね、こんなもんでございますよ。ね、もう専業農家の方が言わせればこれあってはならない事態ですけどもね、まあしょうがないですこれ。ね、つい先ほどそれで、某久保田のね営業さんから今度はまたね別の機械の売り込みがありまして、草刈り機っていうか、あのつる刈り機って呼ばれるね、さつまいもだとかね、じゃがいもの、あのつるを刈る機械をね、まあいつかまたあのあった出物があったらよろしくって声かけといてね、とうとう出てきたみたいで、割とねそこそこ、まあ数十万しますけれども、そこそこの値段になったんでね、買おうかなと思ったんですよね。もう何でしょう、本当にね、あの農業やってると本当に思うことはね、あの自分じゃなくてね、あのどこかに、あのなんかよくわかんないですけど、そういうあの某久保田とかね、そういうところにお供えしてる、なんかねお布施をしてるじゃないかっていうね、本当にね、私は新規就農してね、この20年、もうおそらくね、そういった業者さんとか払った金額でね、もう冗談じゃなく本当にね、そこそこ都内のいい、分譲マンション買えると思います。本当にね、冗談じゃなく本当にそうなんですよ何やってんだろうなって、もうねそれを考えると泣きそうです。あ、今日はね一人でやってるのでね、もう涙が止まりません研修生の前では泣けませんからね、参ったな本当にな。雑農業ね、まあ我が農園はということでね、どうですか教えてくださいね、こう楽しく気楽に農業やる方法って何かあるんですかね気の持ちようでしょうか。あ、このねトラクター2台目のやつなんですけど、これは本当にあのもう何年使ってますか、15年ぐらいですの付き合いですかね。だいぶガタが来てね、これはまあ僕俺が本当にじじいになるまでは持たないと思いますけどね、これが一番ね私と苦楽を共にしてきたトラクターなんでね、まあまあ愛着はあるわけですが、よいしょ、ちょっとやってみますか。こうやってねちょこっとずつしか進めないんですよね、あのマルチ飛んでちゃうんでね、よいしょ、ちょっとお茶一杯、今日は気合い入れてね、ジャスミンティーです、ほらね、どうですか、普通の緑茶じゃないんですよね。俺ももうそこそこねやっぱりおしゃれに気を使ってるわけですよ、嘘つけ、はあ、ゴー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 、あ、外れた、マルチが外れますね、はあ、ああもうやだ、マルチが外れとるじゃないですか、何をやっているんですか、はあ、なんだろう、なんでこれがうまくいってないんだな、これが緩いのか、これが緩いのか、よいしょ、手でやってあと閉めないといけないですね、さっき閉めたと思うんだけどな、全然進まないじゃん、いかんねー、こういうのは壊れるし、よし大丈夫か、はい、よいしょ、いやいやこっち外れてんじゃん、何やってるんですか、よいしょ、
まあうまくいかないときはうまくいかないんですわね。これ壊れてんな、最悪ですわ。よいしょよいしょ、7転び8転びね、転んでばっかで起き上がることはないわけですけども、さあも最終週ですよね。いやはや3月末までのねノルマがありますんでね、まあ昨日ズッキーニをねとりあえず植えてほっとしてますが、まだねキュウリの一発目植えてないですからね、できればねキュウリの一発目3月末までにね植えたいんですけどもね。まあまあまあ今年はいろいろありまして、2週間後にまた引っ越しなんでね、そのプライベートの用事もありまして、まあとりあえず春4月以降にならないとちょっとねいろんな意味で落ち着かないんで、まあまあまあ、ただその中でも YouTube はね頑張って毎日配信しますからね、よかったら見てやってください。4月以降はね新しい番組というかねサブチャンネルも作ったりできればなと思っております。よいしょ、とりあえず3列目いやね、こんな感じで1本やるのにえらい時間かかってるんですよね。ああ参った、ほんと参った、まだ3本しかできないですよ、今日で終わんのか。で、まあエアコンはね、だいたいそうですね50センチ60センチまあね結構大きくなるので50、60センチで穴開けて球根植えると、あとはもう植え付けたらそれでおしまいっていうことなのでね、そんな難しくないです。はあ、そういうことで今日はちょっとお見苦しいねえ動画配信となりましたが、見苦しくない動画配信がお前の動画であんのかということでございます。本当に申し訳ございませんでも春が来ましたね、春が来るって本当になんかね、なんか冬を乗り越えると本当にね春のこの時期だけはねちょっと気持ちがねやっぱり和らぐんですよね。それがねいけませんね、気持ちがどうしても緩んでいくんでね、季節というのは本当に怖いですね。桜も散ったかね。さあそんなことで、今日はヤーコンのねこの腕立てをやっている動画でございました。あんまりうまくいってないですけどもね、そんな感じでやっておりましたということでございました。それではまた。